ケイガアンコウです。そしてせーの、皆さんこんばんは、ムケイガです。よろしくお願いします。ということで、現在コムチックウィークを開催中ということで、このオープニングは後取りです。後取りです。取り忘れちゃったな。あ、オープニングを取り忘れちゃったの。うっかりしてたうっかりうっかり、危ない危ないっていうことで、もうすでにね、あの14本すべて本編撮り終わっていまして、で、向けなとももうお疲れ様っていうこともやっている手前ですね。すまん、オープニング撮り忘れちまったんで、もう一日いただけないかなんてことは先輩としていなかった。言えるわけないよね。はい、まあ僕たちだけでオープニングを撮っていくわけですけれど、はい、早速企画、じゃあゆうまちちょっと発表してもらっていいですか。はい、それでは発表させていただきます。本日の企画、ゆたふくデート。いやー、待ってました。ひねりないのひねりないわ。ゆたむくデートね。いやー、これはもうサムネイルになってテンション上がってんだよ、みんな。あ、もうすでにね。そうだそうだ、サムネイルで見てますか。やっぱそのむくえなとの黄金コンビで言うと、ゆたえな、ゆまむく、そうだよね。ですよね。ここがもう黄金、うん、なんでなんだろうね。昔から。いや、どうなんだろう。1回目なんかさ、あっち側にリクトして出たやつ、うん、その時から結構そんなだね。特にユーマムクは、ユーマムクはね、イメージが強い。ユーマムクはユマムクじゃない。いや、ムクマとかな。じゃあ、ユマムクそう、使いづらくすんの。ハッシュタグとしてムクマやばいでしょ。悪魔だよ。使いづらすぎるよ。占い師もユマムクじゃない。ユマムクユタエナリ、ユタエナリ。で、時点で言うとこう、うわ、ある時点3位のペア。いや、俺はマジでどっちともないな。俺もねえな。マジでない。だから、ヤマエナじゃない。ヤマエナってさ、そうだ、仲いいことやってんじゃん。ムクともなんか動画撮ったことあるみたいな。そうだよね。あ、そうだね。俺は2人で動画どっちとも撮ったことないから。またか、お前ら。俺も1人で見たことあるだけで。マジでヤバい。いや、マジでよかったね。いや、マジでヤバい。俺とあっちゃんいて、あ、いや、チームの雰囲気いいね。周りから見た時はチーム雰囲気いいね、はい、全員が女の子とマッチングしててみ。さすがに切られるってこと。さすがに切られるって。こんだけかっこいい感じの集団でお金も持ってチート名誉もあった。これで全員がやっぱやっちゃっていけないよな。若干つけり好きないと。そうそうそう、チームの肩組んで組みやすいや俺ら。スケール好きとして降臨してくれてるってこと。そうで、わざわざね。そういうこと。なるほどね。はい、今回だってゆうさんデート2本撮ってますよね。向こうとこっちで2本っすね。デート男ですよ。だからまあそこは分けてこうよ。だって終わりました。デート向けなったんない。ないよね。あった。僕はね、向けた。ああ、そっか。ありました。もうあります。2人もうない。まあまあまあ、気使ってくれたんでしょ。あまりのかっこよさになっちゃった俺なんだ。今俺ヒューガーと俺の抜擢したところで。そうだ、もう好きなくなっちゃう。チームのこと考えてくれたんだ。そうそうそう、えぐいな。さすが、さすがです。クイです。まじで一生ついてこい。あ、じゃあそこの時期。なんでそんなの。なんで向こうに対してさすがって言ったじゃん。ここなんだ。お前がさすがって。けど、あ、さすついていきます。適当なんだよ、あの時期は。いつもはやっぱユタエナの黄金コンビでデートしたりとか、まあ絡み多かったりとか、まあ二人だけちょっとなんかため口だったり。なんかさ、ユタってさ、誰とあれしてもさ、黄金コンビみたいになってるわけやん。えなきと今黄金コンビみたいに見えてるけど、これまた黄金コンビになるでしょ。ムクとさあ、どんどん出た頃には。チンコ広いなと。えらいこの人。鼻筋じゃないんだけど。今鼻筋なの。今日月ですか。今鼻筋じゃないの。今何日ですか。今日月。チンコ広い。いや、広い。何チンコ広い。どんな人とでもなんかさ、合う。チン幅が。いや、別にいいやん。その相性の幅広いなとかでいいやん。いや、言うたん。朝から。朝から。いや、すごくないけど。いや、でも本当にすごい。本当にそれって逆にどんな気持ちなんだろうみたいな、女の子たち。あ、私と一番相性のいいゆうたくんではいてほしいと思うみたいな。なのにさ、一生さ、初めてデートした人と黄金みたいな顔していない。デートがうまいんだね、やっぱ。いや、デートがうまいのかな。なんか自覚とか意識してることあるんですか。全く意識してないから。わかるか、素人。
お前らデートって言ったら、ヒューイみたいな感じで行くかなと思って。そんなことない。そんなことない。ヒューイ、そんなことない。まあ。そんな時もあるか。うん、そう。ギリちゃん。ギリちゃんってそうだね。エアちゃんとって言われたら、なんかエロエロエロみたいな感じのプラクネみたいな感じしてるもん。お風呂入ろうとしてる。確かにそういうとこあるわ。ただ今回は、そのいつものユタエナっていう、まあ、すでにある黄金コンビではなく、相方のムクとのデート。しかも今回は、そのはしご酒デートなんと、うん、ちょっとお酒も飲みながら、まあ、ムクと、まあ、夜デートしていただくっていう。あ、いや、ちょっといつものデートとは違った感じになるか。そういうことやな。それどうですか、このムクの印象は。デート終わってみて。あ、デート終わってみての印象。デート終わってみての印象だと、天使。天使、エンジェルです。これ俺どんな動画に仕上がったか心配だわ。俺大丈夫かな、トランスで白敵打ってないから。何言ってんですか。そうだって。どういう感じだったの。いやもう僕がキリちゃんを見る目でした。いや本当に、まあ、本当。わ、キリちゃん久々に会えてんの。何してんの。おい、何してんの。何してんの。何してんの。ごめんごめんごめん。なかなか会えてないの。お前チンコの幅って言ってた。会えるわけないやん。もう隔離だよ。一生飲むから。なんか入れてくれよ。一生隔離だよ。もう向こう側から。悲しいわ。とにかく可愛かった。そうそう、今日全男子大丈夫か、マジで。この動画もう本当にムクとデート VR みたいな映像で売ったらえぐい儲けるんじゃん。マジで可愛い。主観なんだ。うん、やばいと思う。うわ、楽しみだ。ちょっとほろ酔いな感じとかもすげえぞ。で、さらにですよ、今回デートするユータとムクの共通点、 MBTI が一緒っていう。ユータさんの MBTI が INFP 仲介者ですよね。うん、で、ムクも INFP 仲介者なんですよ。で、ムクはめちゃくちゃ MBTI 詳しい。もうマスターだよね。うん、よくあの3回でムクが講座みたいに開いてくれて、あ、でもそれだとちょっと性格的に合わないかもですとかを結構教えてくれるみたいな。で、ユータちゃんも一緒なんだよね。そうだよ、 INFP で一緒だけど、その INFPT と INFPA っていうのがあって。おお、知らなかったでしょ。そこは違うんだ。そこが違ったり違わなかったりみたいな話も動画でしてる。ああ、してんだね。それも見た方がいいって感じだ。見た方がいいんだよ。まあ、あの本編ゆうさんとムさんのねデートしてるんで、この動画面白いなと思ったらぜひ向井のチックとこもったさんの、動画のチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。マジやってるわ。始まりました。憧れてました。JP 君見てますか。見てますか。ということでね、ゆうたむくのはしご酒デートということで。やばすぎ。始まりました。ここはですね、はい、高円寺に来てます。知ってますか、高円寺。知ってます。来たことは2回ほど。プライベートで。プライベートで普通に古着とか見に。ああ、まあ高円寺ね、結構古着の街だなんて言われてますけど。あのお酒を高円寺で飲んだことは、まあ、ないんです。あ、ないんだ。はい。じゃあ俺もさ、その、うん、結構出身近いんだけど、高円寺とか降り立ったことない。じゃあいいじゃないですか今日。そうだよ、初めて同士の街。あ、いいですね。うん、高円寺ってさ、はい、そのエモい街のイメージがあるやん。大学生が朝まで飲む街みたいな、はいはいはい、イメージがあるんだけど、うん、今日なんかその街見た感じ的にあんまいない。確かになんか落ち着いてません。うん、平日だからかな。なんかそういう出会いみたいなのもちょっと期待してはいたんだけど。はいはいはい。それはなさそうですよと。落ち着いてますよ。うん、ということでね、はい、あの早速店に入りたいんですけど、うん、なんか今日特別食べたいみたいなのある。食べたいもの。ちょっと直前に食べる撮影しちゃったんですけども。そうですね。うわ、なんだろう。でもうちは本当にビールが飲めればいいかも。いやちょっとちょっと待って。どうですか。なんて言った。ビールが飲めれば。ビールって言ったでしょ。もう俺いい、ちょっと自分の話していい。どうぞ。あのコムドット今さ体作りでお酒控えてんのよ、うん、そうですよね。俺嘘って思われるかもしれないけどビール俺すごい好きで、最近好きになったと言っても過言ではないぐらい、はいはいはい、去年の夏ぐらいから好きで、もう家で一人でも飲むぐらい好きだったの。めっちゃ好きですね。めっちゃ好きなんだけど飲めてなくてもうここ2、3ヶ月。やばい。それやばいですよ。いやもう今日はもう飲まないなんて変やん。今日滑ってるやん。滑りすぎ。それはじゃあとりあえず、はい、あのご飯というよりはお酒が飲めればとりあえずどこでもいいよって感じで。あ、本当そうですね。
今日のこの外の気持ちいい感じで、はい、ビールを美味しく飲めそうなお店を探そうか。そう、だから 外目がいいですよね。外目がいいよね。外目だったらテラスみたいなとこがいいよね、うん、飲み場的にはどう？結構高いです。あ、上げてきた。いや、私も、うん、言って最近飲んでなくて、おそれこそ JP 区のあの、あ、誕生日に飲んだのか。僕の誕生日に、うん、誕生日に友達と、うん、でもちょっと言うて、おタイ料理屋さんでちょっと飲んだ。あー、ほんとたしなむぐらい、うん、それが最後だから。でもマジで飲みたいですね。うわ、飲みたいね。うわ、ちょっと上がってきたね。上がってきた。気持ち上がってきたわ気温が良すぎる。気温が良すぎんだよね、うん、この夏になりきってない、そうそうそう、梅雨でもない、はい、このけど寒くない感じ。贅沢すぎ。ジメジメもしないし、で俺これ撮る前にさ、うん、JP 君の動画で予習したんだけど、あの JP 君、はい、すごいね。やっぱなんかお兄ちゃんすぎるね。あ、お兄ちゃんですね。めちゃめちゃなんか悪く言うと、うん、壁っぽいっていうか会話をキャッチボールだとしたらさ、はいはいはい、何を投げてもこうまっすぐ返ってくるみたいな。うん、確かに確かに。いびつな壁じゃなくてこう、うん、確かに確かに、まっすぐな壁。まっすぐな壁ですよね。何を話しても返してくれるやん。うん、だからめっちゃ話しちゃうんですよね。あ、いいね、うん、なんで持ってないんだろうね。どうなんですかね。身長でかすぎんだろうね怖いよ、ね、怖いのか。なんで書いてじゃあちょっと一旦混んでるから、はい、店見つけたらもう一回回そうか。そうしましょう。でテラス席着いたところから始めましょう。はい、はい、ということでムクさん、はい、座れました。やったあれからもう一瞬で見つけましたね、うん、お店見つけて、はい、頼みますか。頼みましょう。すいません、アサヒスーパードライを。はい、そちら瓶ビールですけど。はい、大丈夫です、はい、あ、それ2つで。2つで、はい、以上で。食べ物もちょっとだけ食べるか。そうですね、これ全部焼くのか。あ、こっち。お、いいよいいよ。こっちで何がいいかな。なんか何でも食えるでしょ。何でも嫌いならなさそうで。うん、冷やしトマト食べたい。あ、いいよ。冷やしトマトと大ライスでいい。ん、大ライス。いける。いけないです。いけないか、大ライスはちょっと違うかも。冷やしトマト、梅球。あ、梅球いいですね。追いキムチ。追いキムチ、はいはい。ダメだ、力入った入った、早いよ。朝日います。ありがとうございます。やばい、来た、向く。どうする。で一応、あの今日はしご酒だから、はいはいはい、まあ、何軒か行くじゃん、うん、で、何杯飲んだかっていうのを記録したくて、うん、だからこう注文するたびに、はいはい、1杯目、朝日スーパードライとかこうやってもらえれば。やりましょう。じゃあ、はい、ゆうたの1杯目、朝日スーパードライ。僕の1杯目、朝日スーパードライ。ありがとうございます。これ2杯目以降も続いていくので。あ、了解です。ちょっともう飲んじゃう。入れます。やった、あれやばい。いや、やばいですね。よっしゃ、むくみ。はい、むくみ先輩、いただきます。お疲れ。どうですか。俺初めてなのよ、この何かを我慢するみたいな食で。みんなダイエットとか、はいはいはい、体作りとかした経験あると思うからよく言ってんだけど、うん、びっくりなこと言っていい、はい、そこまでの衝撃はない。あれ、ちょっと水の中で失礼いたします。あれ、よろしいですか、このままで。うん、まあ、美味しいよ、すっげーうめーなと思ったけど、なんだろうな。なんでですかね。言うて2ヶ月しか我慢してないしな。もっと半年とか我慢しないとダメだった。確かに、半年とかいかないと。まあ、けどうまいわ。美味しいですよね。本当にうまいわ、うん、ビールって結構酔っ払いません？わかる。なんでなんですかね、あれ。けど、俺お酒、ハイボール系が飲めないからビールなのよ、飲み会とか。テキーラとかが始まんない限り、基本ビールなの。逆にそんな飲めるのすごい、ビールだけは。くぶーくぶーで、今日あれなのよ、動画始まる前に募集したんです、質問を、はい、ゆうたとむくみ先輩に質問ありますかって、うん、僕たち INFP 同士じゃないですか。そうですね。で、MBTI 診断って最近流行ったでしょ、うん、俺あんま詳しくないのよ、うん、この自分のもの以外、うんうんうん、で、なんか話によると
MBTI お姉さんみたいになってるんでしょ、ちまたでは。いや、なんか別になんかそんなつもりないんですけど、うん、まあでも好きですね、見るのは。見るのが好きな、流れてくると TikTok とかで見ちゃう、うん、で、なんかさ、その MBTI 診断が好きな MBTI が INFP なんでしょ。そうらしいです。けど俺それ当てはまってないから。確かに、まあ女の子の方がこういうの好きで、ね、それはそうです、ね、相性とか占いみたいな、うんうん、だからちょっとこの MBTI についてちょっと僕とこう対談デートできたらなって話しましょう。話してたらなと思って、うん、で質問をね募集したんです。はい。で何個かこう抜粋したんで、うん、いいですか。どうぞ。 INFP って社会不適合者って言われるんですけど、社会不適合者エピソードありますか。そうなんですか。そうらしいですよ。あ、そうなんだ。結構計画的ではない。 P がその計画的か計画的じゃないかみたいな。最後のアルファベットがね。そうで、 J の人は計画的に進めるタイプなんですけど、うん、P がそうじゃない人たち で INFP は特にその中でもこう部屋の片付けができなかったりとか。あ、そうなんだ。うん、忘れ物多かったりとか。はいはいはい。そういうのが多いらしいです。だから社会不適合者って言われる。はい。社会不適合者って自分で思ったことある？いや、でもやっぱり友達とかからは、僕が一人暮らしできるなら私もできるみたいな、うん、え、そんな舐められてるの？舐められすぎじゃないそれ。え、でも結構そういう感じなんですよ。あ、そうなんだ。それはだから洗濯とかできんのみたいな。なんか忘れ物とか、こう支払いとか忘れちゃうんですよ。あ、なるほどね。一緒です。一緒ですか。マジで一緒です。何回も電気止まってます。やばい。わかりますよ。ガスとか。ガスとか、はい、俺、その去年の CDF の時、うん、CDF 終わって、はい、家帰ったら電気止まってて、うん、ほら、だからそうなんだよ。真っ暗な部屋で寝てました。そうなんですよ。やばいっすよね。わかります。私も友達が泊まりに来るっていう日にガスが止まっちゃって、うん、お湯が出ないからお風呂使えなくて銭湯行ってもらいました。うわー、シャフだな。めちゃめちゃシャフ。そういうところだと思います。あ、じゃあ INFP けどこれってさ、うん、INFP だからじゃないくない？ P だからじゃない？まあだからそうかもしれないです。そうだよね。うん。まあでも特にその愛っていう部分もあるし、うん、その社交的じゃない部分とか。そうだね。そういうとこ含め社会不適合者みたいな。なるほどね。だ、結構舐められがちなんですよ INFP って。あ、そうなんだ。なんかなよなよしてるイメージはあるよね、うん、INFP。 そうなんですよ。そうですよね。INFP、まあ、I と E で大きく分かれるやん、うん、I の人は内向的で、一人でいる時に感情を高める、エネルギーを盛り上げるっていうやん、はい、いや、それって人との会話が苦手とはなんないやん。別に人と会話するの得意でしょ。得意ですか。得意と思います。え、得意やん。だってめっちゃ喋れるやん。喋れるやんっていうか話盛り上がるじゃん、誰と喋っても。でもそうかもしれないし。でもの意味が分かんないですけど。え、なんかそんなイメージあるけどな。なんか INFP あるあるなんですけど、その1回目の人とはめっちゃ喋れるみたいな。お2回目が急に喋れない。こちら差別だれと、あとその他の役人。え、ゆうたくんこれ共感してくんないかな。初対面の人には今後も会わないからかもしれないから自由に話せるんですよ、うん、だけど2回目以降 そのちょっと距離のある友達とかに対して、その急に何喋っていいか分かんなくなる。それ質問めっちゃ来てた。INFP あるあるなのか分かんないけど、うん、2度目ましてが苦手ですっていう。あ、そう、本当にそう。俺ないのよそれ。あ、けど男の子にはない。女の子だと、あの、例えば俺と向井が初めましてが2人だったとする。はいはい。2人でこうやって喋る、うんうんうん、で次2度目ましての時、うん、ムクエナの状態、エナピとムクの状態で、俺はコムドットの状態でこうバンって会うとなんか喋れなかったりはする。それめっちゃわかります。それはあるな。それはなんでなんでしょう。なんか特性なのかもね、 INFP の頃かもしれない。それあるあるなんだね。あるある。何言ってんのこの人とか思いながら見てたけど。いや、めっちゃあるあるですこれ。まさかムクから飛び出すと。結構来てんね。みんな好きだね。MBTI、ほんとみんな大好きだ。いただきます。次の質問、 INFP 同士って話しやすいですか。話しやすい。 INFP って俺聞いた話によると、うん、日本で一番多い、うんうんうん、MBTI って聞いたんだけど、うん、ってことは INFP 同士が混ざり合うことも多いわけ。確かに。いる？周りに俺以外の INFP。 でもいなくて。意外とね。意外といなくて、あの周りの友達は ENFP がめっちゃ多いです。 ENFP というのは広報運動家ってやつで。広報運動家、はい。あの
INFP の陽キャ版みたいな。あ、そうか、 I と E だけが違う、違うから、そっちが多くて、でも言うて友達もその E のパーセンテージがもう半々ぐらい、あともうちょっとで I になる、なるほどね、ぐらいの感じの子が多くて、うん、だから仕事とかでちょっと忙しかったりして落ち込んでる時は INFP になったりとか、っていう、そういう子が、そうなんだ、うん、多くて、まあけどこの業界にいたらまあ基本 E の方が多いんかな、うん、だから結構初めてかもしれない INFP、うん、ゴリゴリの INFP だからね、これは。そうなんですか。いや、もともと ISFP だけど、冒険家だったんだけど、うん、その MBTI の企画で診断してからは INFP になってた。で、その N と S の違いは何だろう。なんか直感的か感覚的かだったような気がする。その例えばリンゴを見た時に、うん、じゃあリンゴって言えば何ですかって言われたら何とかだっけ。フルーツそれは S かもしれない。そのISFP になっちゃう。そう、ISFP になっちゃう。そのなんかそこで白雪姫とかいいじゃんとか、え、いるかそんなやつ。これを見てその何を思い浮かべるって聞かれたら白雪姫とか言うかもしれない。何を思い浮かべるって聞かれた場合は確かに白雪姫とか言うような人は N。 そうです、みたいな。だからその見たものをそのまんまで捉える人が S。 あ、フルーツ赤い、うん、でその違うことを連想する人は S。 詳しいじゃん。え、でも最近そのコムサンドと一緒にいっぱいいて、うん、めっちゃ MBTI の話するじゃないですか、うん、でそれで自分のが気になって、そのもしかしたら変わってるんじゃないかって思って、昨日もう一回やってみたんですよ。そしたら INFP は INFP だったんですけど、 INFPT とかあるじゃないですか、うん、ある、あれが T から A に変わってたんですよ。お、変化があった。うん、その変化は結構でかい変化。結構でかいと思う。え、そこは何を見るとこなの、 T とかで。なんか確か自己肯定感的な部分だったと思うんですけど、ポジティブかネガティブか、うん、みたいな思考がどちらかというともうポジティブな方が A、うん、で T はネガティブ面、うん、潜在意識的なものが。で私それポジティブに変わってて、え、で基本的にそんな病まないし、その気にしない、寝たら忘れるみたいな。ああ、はい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 。ちょっとなんか仲間意識が薄れたかもしれない。すいません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 。なんか MBTI 診断の他にさ、うん、こんな時どうするみたいな質問ってよくあるよ、うん、この MBTI の人はどんな対応するのかみたいな、うんうんうん、そういう質問でなんか有名なのない？ああ、マジ？これマジか。マジなんですよ。あ、マジなの、うん、INFP だ。なんかあったかな。え、調べてもいいですか。あ、もちろんもちろん。ありました。あった。じゃあ質問です。はい。怠け者といえばどんな人って言って、1、1日やることがあるのに何もしない人、2、家で何もしない人。二択。どっちですか。どっちを思い浮かべますか。2 B です。ハハハ、 INFP だもんね。あ、違います。 T、 1日やることがあるのに何もしない人って答える人は、うん、その J の人なんですけど、うん、J は行動はするが計画通りに行動しないことを怠けているって感じ。その計画的にできないことが怠けてる。あ、なるほどね。そう。でも P の人は本当に何もしないでじっとしていることを怠けてるっていう。めちゃめちゃ P やん。えぐい P だ。えぐい P です。あ、 P マン来た。 P マンの P。 え、それムクもう 2ですね。あ、2か、うん、あの俺からも1個聞きたいんだけど、はいはい、INFP じゃない僕たち、はい、でここで差が出たら面白いなと思うのが、はい、何ですか。怒ってる時の感情とか顔に出ますか。顔にはあまり出さないですか。え、もう出ない。え、出ない。出ない。俺めっちゃ出んのよ。俺機嫌悪いと結構出るのよ、雰囲気とかに。え、どんな感じですか。真顔中の真顔みたいな感じ。普通の表情ってちょっと口角上がってるやん、気持ち。はい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 、はい、とかない。もう、あ、いや待って、でもそしたら私もそうかも。おお、怒った時だって。うちの中でその表情に分かる人って、うん、これなんですよ。こうやって、うんうんうん、でも私の中で怒った顔はこれなんですよ。で、これ出してないのかなって思ってる。
それ逆に出てんだよ。出てんだ。怒ってるやつ。あ、じゃあ出てると思う。いや、ちょっと待って。顔に出る人で。これ。いや、わかんないけど。どんなその可愛い世界で生きてきた。あった。お、うん。ことでしょ。いねえってさ。いないか。いないんだ、そっか。真顔でしょ。でもその言葉には出しませんよね。言葉には出さない。わかります。真顔でもう無音ですよね。そうそうそう。それがけど結構怖いっていうやん。真顔の沈黙みたいな。確かに私怒るともうマジで黙ります。怒ることある。何されたら一番嫌だ。でも一番嫌なのはやっぱ大切にしてる人の悪口言われる。あ、結構自分のことを何か言われるっていうのはもうそんな腹立たなくて、うん、友達のことバカにされたりとかすると本当にスイッチ入っちゃいますね。じゃあそれってさ、地元の友達のことをクリエイターの友達が悪く言ってた、うん、どっちも友達やん。はい、そうですね。あ、どう怒るの。そんな人いない。友達になってない。そんな友達いないからそんな経験はないけど、例えば私が高校生の時にその怒ったことがあって、文化祭とかそういうことを決める LINE グループだったんです。でそれのリーダーを友達がやってたんです、私の、うん、でその子がいろいろ連絡しなきゃいけないんですけど、その日その子がたまたま連絡忘れちゃって、はい、でみんながどうしようってなったんですね。でそしたらその LINE グループにある男の子が、うん、なんでかちゃんと連絡しろよみたいな、おマジで死ねみたいな、死ねやばい、なんかそんななんか LINE をポンってそこに送ったんですよ。でも私めっちゃムカついちゃってたのに、いやこの子は別に一生懸命やってるし、たまたま今日忘れただけじゃんって、なんでそんな怒れるのって思って、もうその人の子ちゃんに行ってマジで謝ってみたいな。どういうつもり、どういうつもりみたいな。もうその男の子と話したことないし、へぇ、本当にそこスイッチなんですよね。へぇ、その文化祭担当の子が友達だから、 その子を思うあまり、そうそうそう、ムカつきすぎちゃって、その当の本人が何とも思ってなくても、あ、そうそうそう、そのもう冷めないんだよね、自分の気持ちが。なんか本当そこなのかも。それ以外はあんまし本当にないかも。え、自分向く本人に対してやられて嫌なことはない？なんだろう、なんかあるかな。じゃあ例えば、はい、こうやって酒飲んでるとさ、うん、ウィー、うん、っていうちょっかいあるやん、うん、この脇腹のあばらとあばらをこうつつかれるみたいな、うんうんうん、ちょっと何みたいになるやつあるやん、うんうんうん、それを30分続けられたら切れるみたいな。しかもずっとなんか徐々にテンション高いみたいな、ウィーウィー。でも切れはしないかも。切れろよ。縛ったりとかするのに、ね、縛る手を、あ、こうやって、うん、そうそう、それでもう可愛い感じで縛る。いや、どうでしょう。怒ることはしないかもしれない。聞きたかったのは、うん、イラッとすることあんのかなと思って、些細なことで。あ、でもありますよ。あんのかよ。あんのかよ。それはイラッとするに入るでしょ、もちろん。されないと分かんないけど、確かにイラッとする沸点が低いところは低いですね。お、ほんと？マジで。この間、そのお姉ちゃんとお家でテトリスしてたんですね。うん。そしたらお姉ちゃんが、その日初めてやったんですよ。で、私が教えてて、こう操作こうしたらこうするんだよみたいなやつなんですけど、お姉ちゃんが一向に上手くなんなくて、うん、イライラしちゃう。なんで？普通の人や。なんか優しい子なんかなと思ったら普通のことでめっちゃイライラしてるやん。あ、まあ、それは肉親だからね。確かに確かに、肉親だからイライラしちゃう、うん、それはあると思う。友達だったら全然しないけど、うん、笑うだけだけど、そうやね、お姉ちゃんってなるとなんかちょっと状況は違うよ。そう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 。じゃあ日常生活、お姉ちゃん絡みじゃなくて、はい、友達関連でイラッとしたことない最近。友達関連でイラッ、あ、じゃあ聞いてくわ。はい。ドタキャン、いいしない、あまりにも多かったらやつ、ね、あ、まあまあ連続でね、うん、遅刻はいいしない。つけてきた香水が自分の好みじゃなさすぎる。いないよ、くっさみたいな。イラッとしないよ。頭痛いわとかないの？ないない。いや、香水が臭いで怒んないですよ。イラッとしないですよ。じゃあ自分の家に呼びました、初めてね、うん、ポテチ食べます、まあパーティーみたいな感じで、うんうんうん、リモコンとか、え、イラッとはしない。いや、おかしいって。おかしいよ。おかしいよ。俺が言ってんだよ。おかしいよ、僕。おかしいよ。イラッとした方がいいよ、それ。どう思う、それ見てさ、嫌だなって思うでしょ。あ、
ベタベタしたかもっていう、そのそう思うだけ本当にそのあちょっと油ついた、リモコンに対してえリモコン油ついたわみたいな本当にそう、そのそれをつけた本人に対してイライラしないかも。何やってんだよとかない？ないですね。勘弁してよ、マジか。勘弁して。え、言いもしない？何回も何度も何度もされるなら言うかもしれない。ていうかさ、みたいな。あ、思ってたね。うん、汚くないってみたいな感じでは言うかもしれないけど。え、それでさ、うん、え、何が、え、どこの話みたいな。マジで気づいてなかったらどうする？え、でもイライラはしないかも。本当？うん、はあ、イライラしないかねということで、はい、2杯目のお酒がおのおの来ました。イエーイ、僕2杯目朝日スーパードライはい、ハイボールムクです。おーい、ハイボールムクです。ゲーコミ名みたいな。間違えた。1個聞きたいことあるわ。何ですか？努力隠すタイプ？隠す。ああ、隠すか。俺も隠すのよ。隠すっていうか見せたくない。わかります、わかります。愛ってさ、うん、努力でこうエネルギーを貯めるところが一人みたいな。あ、じゃあ典型的な愛だね。愛です。いやでもだからエノピーとかは隠さないんですよ。言うたらその全部言ってくれる、うん、自分の話とかもこういうことしたってことも言ってくれるけど、私は言わなくて。でもその言ってくれる人嬉しくないですか？いや、わかる。わかります。俺それ言って言ってくれて、うん、え、こいつこんな頑張ってんのみたいな、うんうんうん、思って、あ、じゃあ俺もやんなきゃなって思ってかけてやるみたいな、うんうんうん、で、こういかれた分をこう補うみたいな。あ、わかります、わかります。ことあるよね、うん、でも私たちは言わないじゃないですか、言わない。別に。でもさ、言ってくれた方が嬉しいと思うんですよ、相手も。あー、そっか。だから言わなすぎて、うん、天才だと思われるのよ、たまにえ、お前やってないんじゃないの？あー、はいはいはい、はい、やってんの？うん、裏でやってるから、そのやってることすら分かられてないから。でも確かに気づいたらできてるみたいなやつってやばいよね。はいはいはい、何やってもなんかできるねみたいな言われがちやけど、うんうん、結構裏で努力してるから。確かに確かに、そうかもしんない。何でもできるわけじゃなくて、そうそうそう、できるものはやってるってことですよね。そうそうそう、わかります。いいです。いい会話できてます。ありがとうございます。INFP っすね。マジで似てると思ってて、向くと。その性格みたいなのが。俺今までで似てるなと思ったのが、うん、浅見なのよ、クレマグの。はいはいはい。なんかその、大勢でこう自分からは喋んない。うんうん。けど、喋れるんだけど、喋る人がいるし、うん、その人よりは自分の話なんで、うんうんうん、って思うから喋んない。わかりますよ。一緒で。うん。だから、トリオです。いつか動画撮りましょう。え、いいですね。このトリオで。うわ、めっちゃいい。それなんか久々にこの同志に会えた。いやでも私その結構そのゆうまくんと似てるみたいな言われるんですけど、うん、あのゆうたくんの方が似てるって思ってました。いや俺ねそれすごい分かってて、うん、すごい分かってて、僕分かってて、あのエナピーの前だとさ結構ふざけるやん、はいはいはい、おしとやかなイメージって外には出てるけどさ、うんうんうん、エナピーの前だとさ変な顔とかもするやん、うん、それがコムドットといる時の俺とすごい似てるなと思ってうんうん、わかるわかる。その他の新しい人がいる時はやらないようなバグり方みたいなのするから、だからあれお気に入りですもんね、その TikTok の。そう、ムクバグり集お気に入りなんだよねいやでも本当そう、そんな感じしますよ ね、うん、なんかその好きなものとかも似てる気がする、うん、そうだね。ピアノやりたい感じとか、うん、ダンスやりたい感じとか、うん、一緒ですもん。確かに確かに。聴きたい曲もなんか似てたし、うん、なんか好きな曲とかもなんか分かんないけど似てる気がする、うんうん、意外と近かったんだね。うん、近いんですね意外と。あ、ちょっとやばいわ。ん？喋れない。なんで？いや、お酒弱いから。もう酔っちゃってます。まあ酔ってるっていうか回ってるっていうのかな。うん、どのくらい？何パーですか？あ、けどそんな全然よ、40パーとか40パーまでいってますね。ゆうたくんの方が弱いのかな。いや、俺の方が弱いと思うよ、全然。新鮮かも。男の人だったら、うん、自分と強い人と飲むことの方が多かったから。そっか。弱い人新鮮かもですね。マジで？うん。こっから長いぞ、俺え、私の方が弱かったかもって言わしてやるわ。あ、なるほど。これがずっと続くってことですね。そう、えぐいぞ、うん、えぐいんですね。えぐいぞ、マジで。まあでも確かにそれはあるかもしれない。じゃあまあとりあえずね、ムク2杯目、はい、ユータ2杯目、はい、これ飲み切ってちょっと次の店移動しましょうか。移動しましょう。うん、ちょっと雰囲気変えたいじゃん。うん、はい、ピーはい、ということで、はい、ムクさん、はい、
1店舗目を出ました。イエーイ。どんぐらい酔ってますか？僕はもう本当になんていうんですかね、はい、ガヤガヤした飲み会でなければちょうどいい感じの、うん、もう無理しないで気持ちよく寝れるぐらいの酔い方はしてます。確かに。あ、ムクさんもですか？もうちょい行きます。ムクさんもうちょい行きますよね、はい、なんで僕ももうちょい行きます。あります。合わせてもらって。合わせます、はい、ということで1店舗目を後にしたんですけど、はい、今2店舗目を探して歩いてます。そうですね。もうなんか次はそのテラスあればテラスで、まあ、なければ中でみたいな感じで行きたいなと思って探してるんですけど、うん、いや久しぶりのお酒ですもんね。久しぶりのお酒でもうこの久しぶりのお酒で酔っ払ってるのと撮影をしなきゃいけないっていうののこの狭間でバンバン揺れちゃってもいや本当にそう、これやばいよ俺。やばいですよね。できるかな撮影。喋れるかな俺。喋れるかな。MBTI の話。もう怪しいですもん、ね。MBTI が。MBTI ってこんな言いにくかったんだね。けどすごい綺麗だね公園も。エモいよな。エモいですね。僕はそのエモいこととか好きなのか。エモい。もう質問が雑になってきてますよ。エモいこと。エモい。好きじゃない？エモいこと好きですよ。好きか。エモいことは好きですよ。その僕の場合は、うん、エモいってどういう意味で使ってんの？説明できる？説明できないのがエモいっていうことなのかな。でも確かにそうかもしれない。え、でもエモい体験とかありますか？エモい体験、俺にね、僕の実体験の話聞けんのかなと思ったらなんか、あ、エモいなって思った瞬間。俺がエモいなって思った瞬間、うん、コムドットって結構拠点が変わってるのよ、うん、あー、はいはいはい。事務所とユーマンチに拠点を置いて編集してたりした時期とかがあって、はいはいはい、4拠点ぐらいあんのよ俺らの思い入れのある場所。それをなんか炎上した時とかに、うん、こう我に返るためにこう回ったりするのよ車で一人で。それは本当にエモいなって思う。エモい。その当時聴いてた音楽とか流しながら、はいはいはい、この時こう思ってたのに今俺大丈夫かみたいなのとかやってる。やってる。やってるわとかはやったりするな。エモ。いやでも分かります。その場所とかって結構その思い出の場所って一番エモいですよね。エモいよね。え、やんの？自分の聖地巡りみたいな。なんか私は、うん、その地元に川があるんですけど。お、川が友達なんですね。え、危な。待って、めっちゃ危ない。川が友達っていうかその絶対に帰り道通るから、うん、例えばコンビニとかで何か買ってその川の土手で食べるみたいな。え、そういう学生生活送ってたの？そうなんですよ。めちゃめちゃエモいやん。橋の下で友達と花火したりとか。要は河川敷ってことでしょ？そうです。河川敷で結構思い出があって。え、マジで？で、そこでいろんなことをしてたから逆に一人暮らしして地元から離れた時にその久しぶりに地元に帰ってきてその川で、うん、なんて言うんだろう、夜一人で過ごしてみるとか、っていうのがエモすぎる。エモいなって。エモすぎる。それはっていろんなことを思い出しますよね。河川敷ってさ、小学生とか中学生とか遊んでた時はさ全くエモいなんて感情ないやん。確かに普通のことですもんね。なのになんで河川敷がエモくなるんだろうね。もっとさエモい場所ってあるやん、公園とかさ。確かに確かに。昔を懐かしむだけだったら公園でもいいわけやん。うん、なんか河川敷っていうあの場所ってなんかすごいエモく感じるのって大人からだよ。確かに。なんでだろう。でもその変わらないからかもしれない。川だけが、景色がね、うん、川の流れがね、うん、なんか公園とかってなくなったり遊具がなくなったりとか、うん、あるね。いろんな変化があったりするけど川ってマジで変わらないんですよ、うん、確かに。ずっと一緒なんですよ。でも自分だけが変わっていって、うん、っていうその変化の感じがエモいんじゃないですか。いや、ムクさんちょっと言ってることエモすぎないですか。すいません、私の方が。川は変わらないが自分だけは変わるというエモ発言残してましたけど。いやでも本当あると思いますよ、それ。それはマジであるね、うん、俺川がある生活をしてなかったからさ。あー、でも結構まあ地元によって違いますよね。まあそうだよね。うん、うわ、めっちゃ商店街だ、すごいな。いいな高円寺、いいね、うん、エモいな。いいな。朝までうち飲むとかやってみたい。あ、やったことない？うん、おい、朝までなんかこう、はしご酒してやりたい、そういうの。やりたいね、うん。
カラオケとかならあるけど、飲み屋さんで朝までとかあんまないから。まあ確かに今はもう特定の居酒屋さんでさ、なんか個室取ったりさ、うん、しちゃうけど、こういう外むき出しのお店とかはなかなか行かないよね。外むき出しの方が絶対良くないですか？いや絶対いいんだよね、うん、分かってんだよね。分かってます。分かってんのにやんないんだよな、うん。あ、ここは？ここいいやん。いいかも。テラス席、はい、新しいところ見つけたんで入りたいと思います。はい、はい、ということで2店舗目に入ったので飲み物注文していきたいと思います。はい、僕梅干しサワーで、はい、2つで。あ、2つで。いや、はしご酒俺初めてすぎてさ、これ1店舗目で飲んで歩いて2店舗目に向かうって初めてなの。もう1店舗目で完結だから、いつも。1店舗目で酔って次探すのが一番楽しいんですよ。あ、そうなの？うん。そうなんだ。そうですよ。マリカやってみてえな。大抵そう。確かに。ということで、ゆうた3杯目梅干しサワーです。僕3杯目梅干しサワーです。いただきます。いただきます。ムク先輩はさ、MBTI 好きなわけやん。そうですね。付き合う相手の MBTI とか気にすんの？いや、調べますよ一旦。え、先に調べちゃうの？知らない状態でさ、いいなと思って、うん、例えば合わない自分の苦手な MBTI だった場合、ちょっとえーってなったりするの？それはないです。あ、それはないんだ。ただ好きになったら一旦調べます。好きになった上で気になる、普通に、どういう人か。何だったら嬉しいの？あ、もしない、それは。いや、でも一応その相性いいって言われてるやつあるじゃないですか、うん、そういうのだったら、嬉しいってなりません？え、マジで。じゃあ向こうもいいと思ってくれてんのかなみたいな。うん。 INFP に相性いいのは何だろう？ ESTP って言われてます。 ESTP、 その名前は事業家。事業家？なんか全 MBTA のあれあるじゃないですか、うん、相性みたいな。それで1位なんですって。 INFP と ESTP がもう何の組み合わせよりも一番相性いい。マジで？でも出会ったことない ESTP に。事業家？事業家います、周りに。ちなみと、はい、ゴータ。ゴータは ESTP。 なるほど。まあまあ確かに好きですね、ゴータさん。あ、本当？うん。明るい人の方が好き？いや、難しいけど明るい人の方が好きですね。あ、本当？うん。暗い人ってあんまりいないけど。暗い人っていうか、いや、どうだろうな。落ち着いてる人というか、あ、冷静な人。落ち着いてる人に惹かれます。え？いや、じゃあなんて言うんだろう、落ち着いてる人に惹かれるんですけど、結局付き合うとかってなると相手にアプローチされて付き合うことが多いから、陽キャみたいな人にアプローチされて付き合うことが多いです。部活のキャプテンだったり団長やってたり、もうめっちゃそっち系ですね。そうなんだ。はい、モテ女じゃん。じゃあモテ女、モテ女とは思ってないけど、モテてきてんじゃん。じゃあ自分先行で好きになって恋愛したことはない？ありますよ。自分で告白したの？はい、高校生の時とか。実りました。強っ。告白して次の日に付き合いました。あ、次の日？その場じゃなくて？いや、でも本当にずっとその話したこともなくて2人で、うん、だけど告白してたら OK をいただきました。急に告白したの？いや、なんかその LINE を追加して、 LINE してたらそういう雰囲気になるじゃないですか。なんか恋バナーとかになってそういう話になった時にもう気持ち抑えられないんですよ、私って。だからもう言っちゃってみたいな感じです。あ、じゃあ結構自分からも言うタイプなの？好きになったら別に言える？言いますね。恥ずかしさとかはない？恥ずかしいけど言っちゃう。え、結構素直ですね、好きな人に対して。あ、じゃあ付き合ってからも結構好きとか言える？言いたくなったら言いますけど、言いたくなるタイミングってない。え？言いたくなるタイミングないって言うとした？あ、でもどっちかっていうと行動派かもしれないですね。行動好きとかっていうよりかは愛情表現、行動で。いや、その言える範囲でさ、はい、そのムックが見せる愛情表現っていうのは何なの？行動の。ギューしたりとか。おー、結構可愛い感じになるんだね。そうですね。わかんない、可愛いかはその感じ方次第ですけど顔
全部に注意したりとか。ああ、もうピピ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 。なんか困ってる表情が好きで、うん、男の人の、うん、だから困らせるのが好きです。おおみたいな。嫌がってるのをさらにやるみたいな。あ、そうなんだ。恥ずかしいですね、こういう話。あんましない、ここまでの。しない、カットかもしれない。話したことない、こういうこと。ない、恥ずかしい。エドピーにも言えない。あ、なんかさ、その、まあ、福江菜って関係長いやん。はい。長ければ長くなるほど、そういうことって言えなくなるの。言えなくなりますね、気まずい。いやけど、俺ら、ホームドットは、19年目とかなのよ。うんうんうん。なんもなくて、その恥ずかしいみたいな。いや、それすごいと思います。エナピーに一番言えないかも。家族的な感覚すぎて。あ、だからお母さん。あ、本当にそう、お母さんに言ってるみたいな感じ。お母さんとブザービートのキスシーンは見れないみたいな、そういう感じか。じゃあさ、まあその今恋愛してるかどうかを置いといて、はい、次の恋愛、どういう恋愛したい、どんな人というか、追う恋がしたいのか追われる恋がしたいのか、年上年下とかいろいろあるけど、どういう恋愛がしたい、シチュエーションとか。でも一個は絶対年上がいい。今まで結構同い年が多かったから年上の人がいいっていうのはあって、追うか追わないかは、マジ？それマジ？嘘やん。本当にこうなんですよ。ってなっちゃう。友達がみんなそんな感じです。そうなんだ。昭和みたいなリアクションする。平和だね。とかやるの。って。みんな本当にこんな感じだから普通なんですよ、これが。可愛らしい世界だ。可愛いですか？可愛いんですかこれ。嫌じゃないですかこれ。いや、マジでやってんだったら可愛いよ。はずい。いや、だからそのどういう恋愛がしたいの、追いたいの、終わりたいの。いつもは多分追われる恋愛だよ。そうですね、だから追いたい、なんか追ってみたいって気持ちあるんですけど、でもうまくいくのは追われる恋愛だから。まあまあそうですな。女の子は多分追われる恋愛の方が幸せになれるよな。そうそうそう。で、なんか特に MBTI の話戻るんですけど、 INFP って尽くしがちって言われてるんですね。だから多分追う恋愛だと尽くしすぎちゃうと思うんですよ。あ、なるほどね。追われることでバランス取れてると思うんですよ。はいはい。でそれも自分で分かってるから、なんとなく自分がもし追う恋愛したらすごい尽くしちゃうの分かるから、追われる方がバランスがいいっていうのは分かりつつ、追えんのかな、どうやって追うんだろう。追い方分かんない。追い方分かんない。一目惚れとかしないの。別にしたことはあるかも。一目見た時からかっこいいっていうよりかは気になるみたいな。ああ、雰囲気的にね。うん、惹かれるものがあるみたいなことはありました、今まで。その人のことはずっと片思いしてて、うん、で最終的に付き合ったりとかしましたけど。あ、本当。その付き合えるのがすごい、最終的に。やば、そのどうやって落としてんすか。そもそもが追うタイプじゃないから、追われて振り向かせられたことが多いってことか。全く興味ない人から追われて付き合ったことある。あります。え、それすごくない？男。確かに。男がだって向こう振り向かせてる。確かに、長期戦だったかもしれない。おー、長い間連絡取ってみた。そうですね。その1回デートとかしてた期間があって、別に何にもない時期があって、で、再度また。それはその人のどんなところに惹かれたの？その時、違う人を好きだったんですけど、私は。だけど、やっぱり幸せになる方を考えてみたんですよ。私はこうやって追って付き合う方が幸せなのか、この人ってこんなに好きでいてもらって付き合う方が幸せなのかって考えた時に、想像したらこっちの方だったんでお付き合いしたんです。なるほど。まあけどその気持ちは多分全人類にあるような。追われる方がさ、なんか気持ちの余裕があるというかさ、好きでいてくれてるんだっていう、この余裕ってやっぱ恋愛においてすごい大事な要素。いや、本当にそう。女の子は特に愛されたい願望が強いだろうから。そうですね、大事な要素だろう。うん、で実際そっちの方が、いや正解だったなっていうか、私も大好きになったし、良かった恋愛だったから。もう今24歳。 23? 24です。24歳。僕26になる年なんですけど、この年って意外と結婚をガチで考えるやん。ですね。次の人は結婚だなとか思ってる。え、思いますよ。え、毎回思ってるけど。まあまあそうだよね。毎回一応思って付き合ってはいるけど、でもさすがにちゃんと考えようって思いますよ。え、思いますよね。
ですよね。実際今結婚が一番幸せかが分かってないんですよね。俺この年代の女の子結構ぶち当たるよね。ぶち当たります。何なんだろう。で周りが結婚してったらそういうのを見てもしかしたらあやっぱ私も絶対結婚したいと思うかもしれないけど、まだなんていうのそこまでの気持ちになれてないから、まあ流れに任せる。で一人の時間も大事にしたい、楽しみたいみたいな。結婚っていうその契約みたいなのがちょっと心に負担かなみたいな。なんかその人生のパートナーみたいな人は欲しいんですよ。なんかもうこの人とずっと一緒にいるなっていう確証があるってすごい心の余裕ができるっていうか、うん、それを思うんですけど、あんまり憧れみたいなのがないっていう。その結婚っていうものに女の子って結構憧れみたいな、結婚式とかプロポーズとかある人が多いと思うんですけど、あんまそこに憧れみたいなのがないから、そういう相手は欲しいけどいずれかは、うん、絶対は甘い思ってないかもしれない。一生一緒にいたいと思う人がいたらしたいなっていう。結婚先行じゃないんだ。あ、そういう感じです。人を好きになる、うん、慣れた場合そうしたいなって思うだけ。そういやー気持ちいい。こんな気持ちいいことある。えぐいんだけど、マジで。俺お酒でこんないい気分になったの初めてかも。気持ち悪さがないのよ今全く。嬉しい。なんかそれ潰れるつもりで来てないから、うん、気持ちいいのかもな。どうなんだろうな。ということで、4杯目ゆうたビール、むく緑茶杯、これを飲みまして、この店から出て、そうですね、ちょっと歩きたいと思います。はい、いただきます。いただきます。おお。今ね、はい、2店舗目を出ました。はい、はい、出ました。で、はしご酒なんで3店舗目ぐらいまで行けたらいいなってやんわり思ってたんですけど、はい、もう店も閉まり始めてるし意外と開いてない。うん、確かに開いてるお店は埋まってるし、うん、店自体が開いてないしみたいな感じで座れる場所がなさそうなんで、うん、僕考えました。ピカーン。すごいっすね。考えました僕。なんすか。ムクと公園飲みしたいな。一番いい。めっちゃよくない、うん、俺多分やったことないのよ。公園飲みって要はそのコンビニで缶チューハイ買って近くの公園で飲むとかのことを言うんですけど、うん、はい、やったことなくて。やったことある。え、マジで。大好き。ちょっとそれを最後一緒にムクとやって、なんかちょっとよりエモい感じになれればな、はい、思ってます。うわ。もう想像しただけで最高。最高だよね、うん、じゃあ今からコンビニで缶チューハイ買って、はい、コンビニ行きたいと思います。とかやってみたりしてね。っていうのもやってる。そういうノリですよね。そうそう、やってみたりして、はい、OK ね、はい、じゃあ今からねコンビニで缶チューハイ買って公園行きたいと思います。そうです。行きます。コンビニ行きます。あっち。もう私画面から出てるのか。ということで今から缶チューハイを買いにコンビニに行って、その後公園に、やってます、行きたいと思います。もうきっと公園飲みします。はい、ということでムクさん、はい、公園来ました。来ました。どうですか、結構歩いたりしましたけども。確かに。その酔いの方は全然酔ってます。あ、全然酔ってますの。結構回りくどい感じにはなってますけど。うん、楽しい。楽しんでる。楽しいです。楽しんでる、はい、あ、ならよかったわ、うん、俺も今日めちゃめちゃ楽しいんだけど。あ、よかったです。うん、高円寺でね、うん、2軒はしご飲みしまして、最後、うん、まあ、3軒目かな、うん、公園に来ました。すごい。公園飲み最高ですよ。公園飲みってなんかさエモくなれるよね。はいはいはい、本当にそう。これさ、もしね、うん、例えばの話、俺とムクがさこういうコムドットとムクエナの関係じゃなくて、うんうんうん、本当に普通の男女だった場合やばいですよこれ。告白とかのシチュエーションだよね。 もうこれって絶対に告白。え、そうだよね、うん、女の子側からしたらさ、え、公園誘ってきて何告白されんのみたいな気持ちになるよね。なりますねこれ。そんなシチュエーションで、はい、3件目をお送りしていきますよと。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。まずベンチを探したいね。はい、ベンチ。ベンチいっぱいありますよ。あ、ベンチいっぱいある。うん、お、ムクさん、ベンチ、ベンチ目の前に、よし、現れましたよ。いいですねここ。
はい、ということで、はい、むくさん、うん、ベンチに座りましたよと座りましたよ。まあちょっとこのね、うん、薄暗さ見ていただければわかると思うんですけど、うん、マジな公園に来て、街灯もない野原の一角にあるベンチみたいなところに来たんですよ。はい、まあ、これぞ獲物見ということで。やばいね。3軒目です。はい、先ほどコンビニで買ってきましたので、はい、これを5杯目として、紹介したいと思います。はい、ゆうた5杯目、男梅サワー、うましそ梅。同じくむく5杯目、うましそサミーうん、何と混ざったかのも分かんないし、すいません、なんかサワーとかと混ざったかな、海が出てきましたけどうま酒と梅です。はい、同じ酒です。はい、これ飲みたいと思います。はい、もう最後ですね、これがですね、最後のお酒、乾杯。初めて飲むこれ。本当、うん、うん、おいしい。はあ、今のその酔い度的にはどんな感じなんだ、ムクは。一番いい、ちょうどいい感じだ、うん、この感じで帰って布団に入れれば10分ぐらいこううとうとして寝る、うん、一番いい感じ。お酒飲んだことある人は分かるかもしれない、分かるぐらいのやつ。今更なんだけど、はい、どういう人がタイプなの。内面、確かにそういう話してないですね、うん、顔重視か中身重視かで言ったらどっち。いや中身ですね、うん、いやだけど自分から好きになる人は結局顔も惹かれるところがあるんだと思います。で顔のタイプは、笑った時に目がこう目尻にシワが寄る感じの人好きですね。あー、普通に笑った時に、うん、結構笑顔に弱いですね私。笑顔が可愛いなって思っちゃうと好きってなるの、うん、あと笑い声が大胆とか、あなんかエナピみたいなね。あ、そう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 。周りを巻き込んで笑わすかのような笑い声。そうそうそう。でもわかんない。もう大人になってからのタイプとか知らない。もうわかんないよって感じ。自分が諦めたら他の人誰もわかんないから。確かに。やっぱ聞かれるやん。こういう仕事してるとよく。うん、撮影でもさ、コラボしたりしたら聞かれますよね、聞かれるよね、タイプはって。本当に俺も分かんなくて。分かんないですか。毎回性格悪そうな人って言うんだけど。あー、聞いたことありますね。自分の中でもあながち間違いではなくて、ずっとなんか一人でいて、うん、大丈夫ですよって感じがする人。それが本当に大丈夫か大丈夫じゃないかは別にどっちだってよくて、一人でいてもおどおどしてないというか、なんか本当何も気にしないで歩いてますみたいな人がいいなっていうのよ。え、なんでそれはそういう人に惹かれるんですか。そういう人って大体、うん、その弱いから、経験上ね、今まで好きになってきた人とかもそういう人だけど、うん、話聞くと結構弱かったりするから、実は悩みがあるみたいな。うん、そうそう。あー、そのギャップにやられるってことですね。だから結構 INFP っぽいかも、うんうん、好きになる人も。でもなんか同じ MBTI の人に惹かれるで、うん、珍しいんじゃない。あ、そうなんだ。基本的にその違う人に惹かれるのが恋愛じゃないですか、自分の持ってないものとかに。俺違うんだよね。あ、そこから違うかも。自分と似てる人の方が好きかも。なるほど。よくその自分が持ってない感性をもらいたいとかさ、うんうん、言うじゃん。極限似てる方がいいかも。あ、そうなんだ。世界を広げるとかない。自分たちが持ってるこの世界で、この小さい世界でこうグッてなる方が好きかも。分かんなくないですね。分かんなくない。わかりますよ、その気持ちも。あ、今ちょっとなんか見えたわ。見えました、うん、毎回なんかちょっと引っかかってたのよ、そこ、うん、みんながその違う感性が欲しいとか、うん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 、言ってたけど、うーんと思ってて、うん、で果たしてそういう人で顔のタイプがいるかどうかって感じだよね。雰囲気とかもそうだけど、醸し出してるオーラとか。それ一言で言うと何、ムクのタイプは。うわ、誰にでも優しい人だ。が好き。うん、え、いや、わかんない。曖昧な人だな、女。いや、でも本当に久しく自分から好きになった経験がないから分かんないんですよ、うん、もう分かんなくなってる。昔の経験から言うと、うん、どんな人にでも対等に優しくてっていう人が好きだったんですよね。でも私、晴れのち曇りみたいな人が好きなんですよ。これはまたメルヘンな、メルヘンなワード出たよ。人の好きなタイプ。一見めっちゃ晴れなんですけど、実は曇りの部分があるみたいな人。あ、一人でいるときは曇りみたいな。そう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 。ひょっとしたタイミングで見せる曇りな表情。ずっと晴れじゃない人。ああ、なるほどね。うん。
晴れのち曇りってなんか新しい方だね。そういう人が好きなの。いや結局多分自分がこう入り込める隙間がないとダメなんですよ。自分にしか分かんない部分とかが見えた時に嬉しいから、曇りの部分があった方がいいと思うんですよね。やっぱそうだよな。その羽のちくもりは分かりました。すごいいい例えだと思う、うん、ありがとうございます。ムクの外見的なタイプを一個知りたい。身長高い、うん、ガタイがいい、二重、うん、鼻が高い、うん、口が大きい、はい、とかいろいろあるやん。この極端な二択のやつが、はいはいはい、ありますね。一番重要視するとしたらどこ。本当に外見気にしないタイプなのかな。なのかな。パッとは出てこないです。その過去付き合った人をこう、うん、統計しても、ああ一重が多かったな、二重が多かったなとか。ああ、パッチリ二重はあんまりないんですね。そういう。身長高かった。身長は別にバラバラかも。おでも変わんないですかタイプって。変わんない。マジで変わんない。でもそうかも。これは男女変わんないかも。その一緒かも。で内面のタイプは変わっていくよね。内面は変わってく。それはわかる。うん。外見でタイプの人に出会ったら私ダメな気がする。沼っちゃうと、うん。なるほどね。そういう人がもし現実世界で現れてしまった場合は、ムクです。INFP です。あなたの顔が好きです。そうなってますよ。なると、ね。自己紹介して。その時が来るのが楽しみだわ。ですよね。呼んでくれんのムクは結婚式とか。呼びます。呼びます。いやいいのよ。無理しないでいいのよ。呼びます。いや無理してたよ、ね、いやでも本当に今回のそのコラボウィークの期間で結構仲良くなれたから、うん、そこまで行ったかもしれない、うん、あ本当に。私結構その壁を人よりも分厚めだから、うん、そこを突破するのって自分の中でもでかいことなんですけど、うん、このドット呼んじゃうかもですね。マジで。うわー行っちゃおうかな。来てください行こう。呼んでくださいね。いや呼ぶよ、うん、ムクエナは盛り上げてほしいね。ムクじゃないですかみたいな、うん、欲しいわ。全力でやりますよ。ヒーローを歌ってほしいですね。歌いますよ。キランキランキランって歌っていいなら歌いますよこの年で出会うとさ、うん、やっぱその将来 その結婚式の話とかでもなるやん。今後この先おばさんおじさんになっても関係続いてんのかなって考えんのよ、うん、最近出会った人って。わかりますよ。ムクエナはワンチャン続いてるね。めっちゃわかりますって思う。うん一緒にいてそう思います。そう思えてることが嬉しい。うんまあ26、24だけど、まあ慣れるように頑張るって大変だけど、なんかその気使わずになんかこのまま会いたい時に会って、撮影したい時に撮影して、 YouTube 盛り上げたい時に手組んで、なんかこの関係が続けば多分おのずと大人になっても集まってるだろうから、この気持ちを大事にね。もう本当にそう。ムクエナとは関わっていきたいなと、うん、言うと思ってます。ムクも思ってますはい。いいね。俺ムクと初めて多分2人で動画撮ってるね。確かに。なんかこんなにいっぱい喋ることなかなかないですもんね。うん。いやけどムクは別に緊張するなとかもなく、撮影外とかもムク何してんのみたいな変な絡みとかもしてたから、ムクも適当に返したりしてたから気負わずに撮影できたわ。本当にそう。普通にめっちゃ楽しみで。よかったじゃん、うん、まあ第2弾があるかどうか分かんないけど、分かんないけど、まあそれが撮影なのかプライベートなのか置いといて、まあメンバーが増えてもまたなんかお酒を一緒に飲めたらですね、楽しいなとは思うね。うん飲みましょう。飲みましょう。誘ってくださいね。それさ、いやまあ今日もういいわ。一回動画閉めるわ。これはもうプライベートで詰めますわ。はいムクエナのこのテンションに関してはプライベートで詰めます。そうですね。とりあえずこの撮影自体は本当に俺も楽しみだったし、うん、この撮影終わったこの終盤でも楽しかったって思える、うん、撮影でした。私もです。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい3件ねはしごしまして、ここでエモい話をして終わるんですけども、はい、コムチックウィークもう終盤です。すごい濃い1週間になってはいるんですけど、表に出ている以上にコムチックすごい仲良くなってます。これエグいっすこれ CDF とかこの先の YouTube 界盛り上がること間違いないです、うん、なのでね、このムクエナチック、うん、そしてコムドットのチャンネルをね、はい、今後も注目していただいて、ぜひそのチャンネル登録などしていただいてね、動画見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。まだね、うん、コムチックウィークの動画続くと思うんで、はい、そちらも楽しみに動画見てください。はい、それではまた次の動画で、バイビー。